今日は見事なパフォーマンスを見せましたバルテリ・ボッタス。自身もチームも大満足の走りでしょう。モントリオールは日曜日の午後を迎えています。全長 4.3 キロのこのコースですが、歴代チャンピオンたちが何人もここのチャンピオンズウォールの餌食になってきました。スタートまでまだ少し時間があるようですね。これが本日のグリッドオーダーです。
見事バルテリボッタスがレースを制しました。彼とチームのパフォーマンスに拍手を送りましょう。忍者さん早すぎマジで週刊区で捨てると思わなかったしなねあ、すいません、大丈夫ですか？俺は大丈夫なんですけど。